皆さんこんこにちは今回は江戸時代の学問蘭学洋学のところ前半になりますがここの確認テストをやっていこうと思います。はい、それでは四角の一番の位置から穴目問題見てまいります。 えー、18世紀ですね前半です1700年代かなイタリア人宣教師がキリスト教普及のために、えー、オークス隅の国屋久島に潜入したが捉えられたその布教のために来たアーに対し幕府のイが尋問を行ってその内容をもとに祭壇威言や西洋気分を表したあります。ということでこの祭壇威言西洋気分を表したのイが荒井白石。 でその荒井白石の話はその屋久島に潜入したシドッチですねイタリア人のヨハンシドッチへの尋問をもとに荒井白石がまとめたということになります。 ちなみに一番ゴローニーンというのはこれはゴローニン事件なんていうところで出てくる1811年ぐらいですかね19世紀です、えー。バリナーニーは今度はこれまたイタリア人ですけれどもこっちゴローニーはロシアだよね、えー、イタリア人ですけれどもこれはこの江戸時代の前のところアレクサンドロ・バリナーニ、ねえーねセミナーオコレージを建設したり天照犬を移設して出てきたりするあの人、まあ、時代がやっぱり随分違ったりするかなというところになります。 はいそれでは過去の2番見ていきます。1720年時の将軍あが漢訳漢訳要所の輸入制限を緩和しなんてありますね。漢訳要所の輸入制限を緩和した将軍先に入れてしまうとそうですね。2番徳川吉宗ね強の改革の時でした。 そして、その際、まあ、観賞の栽培の研究を行っていた誰々にオランダ語を学ばせて、まあ、これにより、さらに蘭学を発展させていくことになった。うん、これは青木昆陽ということになりますね。まあ、野呂玄丞とちょっと間違えやすいかな。この野呂玄丞も同じ時期に出てくる人物ですけれども、観賞栽培の研究というところで、青木昆陽、ちょっとこの区別は難しかったかもしれません。大川忠助は同じく吉宗の時にいた。時期的には合っている人物ですが、この人はあのお役人としてね、町奉行だったりとか。 と,ところで出てくる人ですからここではちょっと違うかなというところで吉宗と青木紺陽というところになりますはいそれではの三番ですね オランダ商館医師であった「あ」が長崎に塾を開いたなんとかを開いたですねそして医学などを享受したが出国時に日本地図を持ち出そうとまあこれが大きなポイントでしょうかね日本の地図を持ち出そうとして処分を受けたといったらシーボルトしかいないかなそのシーボルトの塾というところでは敵塾ってありますけどね4番の遠塾はこれは儒学のところでやりました荻生空いの塾です江戸ですね。から敵塾ははこれは敵で 西塾と思います大阪にあった尾形公安の塾ということ長崎にというのも大きなポイントでとというところになりますね、まあ、ちなみにケンペルとかツンベルクというところケンペルは日本史を表した人ツンベルクは日本植物史を表した人ちょっとね細かいかなというところもありますが絞ると「鳴竹塾長崎地図を持ち出そうとした」この辺りで押さえてくれれば答えは入ったでしょうか。 はいそれでは四角の2番いきましょう括弧の1からです、えー、1774年ですね刊行された日本で最初の翻訳解剖書まあこれ写真がありますから大きなヒントになりますかね、えー、そしてまあ薬術者が何人か翻訳者が何人かいるというのもヒント苦心談があるというのもヒントですこの解剖図録は解体新書もともとターヘルアナトミアという本の翻訳書でしたそしてこの苦心談これを作るの大変だったよということが書かれているのが蘭学ことはめ 乱学改とか言わないでねその蘭学ことはじめを書いたのはちなみに誰でしょうと問題になってませんが言うとそう2番ですね杉田玄白の蘭学ことはじめであとは杉田玄白も、まあ、これは正しい部分の答えになりますがこの解体新表の翻訳者4人のうち誤っているのはどれですかということで杉田玄白 OK 中川順安 OK 前野良太 OK もう一人桂川保守という人物いますがここ緒方公安は違いますね。 庵はこれその少し前でもやった敵塾を大阪に開いていたこれは江戸の結構幕末ぐらいのところですね福沢諭吉とかが学んでるぐらいですから明治時代に出てくるねまあそんなわけで一番の公安がちょっととと違うといういころになりますここに入ってこないのは桂川保守ちょっと細かいですがまあ杉田玄白と前の良宅の2人をまずはこれ解体新書の翻訳者として押さえてくれれば OK かなということになります。 はいそれでは続いて過去の2番にまります大月玄卓についてということですねその今解体新書の翻訳者で出てきた杉田玄博前の両卓の弟子でした名前がちょっと玄卓ってね師匠からもらったりしてややこしいですがその大月玄卓について彼が表した蘭学の入門書オランダについて学ぶ、ね、オランダの学問を学ぶ蘭学ですけれどもこれが蘭学改定 蘭学改訂の定、はしごという字奇変もちょっと漢字書かされると間違いやすいから何回か練習しましょうそしてその大月玄卓が江戸に開いた塾江戸という場所もしっかり押さえておいてくださいね知らんどう、知らん道まあシーボルトの成武塾は長崎でから尾形公安の敵塾が大阪そして大月玄卓が江戸に開いたのは知らんどうというところになります。 それでは四角の3番ですねセンター試験と同じ形式なんですが古い時代順に並べなさいという問題を見ていくことにしますまずは読んでみましょうね四角の3番問題です西洋情報の摂取について述べた1端について古いものから年代順に並べ替え配列したものを選んでくださいということですまず1番新井白石がイタリア人宣教師のシドッチを尋問したというところですねこれによって書いた本が西洋気分と西蘭遺厳ですね西洋気分と西蘭遺厳 から、二番、オランダ語で書かれた。ターヘラノトミアを翻訳した解体新書が刊行された。とありますね。えー、これは、これ、ターヘラノトミア。千七百七十年。さっき、ちょっと出てきましたが、言うならば、タヌマ沖継ぐの時代、まあ、政治で言うとね、その頃というところになります。タヌマ時代ぐらい。そして、三番、漢訳要所のうちキリスト教に関わらない者の,の輸入が認められた。うん、これは、そのまま、吉宗の教法の改革の時の話、というところになるわけですね。 でまあ、いろんな解き方あるかなというところですがその政治家が絡んでくる、まあ、ちょっとここは2番無理やりですけどねというところで書いていくやあの答えを出していくやり方もあるかもしれません。新井白石の時代これ文治政治なんて将軍でいうと6代ならないの頃そしてこれが3番8代将軍吉宗の頃そして田沼行次はその後十10代将軍の頃ですから、まあ、順番としては新井白石その後に8代将軍吉宗その後に田沼時代。 ということで1、3、2の順番ということでこれが2番というふうな形ですねあるいはまあ、いくつか言い方があってあ新井白石の西洋気分再来源これが乱学が本格的に始まる前のまあ、少し単発な感じの情報とそしてまあ、本格的になっていくのがこの吉宗の官薬要所輸入制限を緩和して以降なんだ そして実際その本格的になった具体例として2番ね「太平アナトミアの翻訳書が」がそういう順番の方がむしろいいのかもしれませんが政治家と結びつけるなりあるいはどういうこの流れなのかという乱学の中での流れを意識するか、まあ、どちらも本当はできるようにしたいかなというところではあります。決して簡単な問題ではないんですけれども間違えちゃいけないのは前にもちょっとこの形式をやっていますが一個一個の年号を覚えてくださいっていうことではないんだよね。 例えばその問題の解説問題集とかの解説なんかで何年です何年ですってね並んでるかもしれないけど普通この今の3つに関して年号を覚えなきゃいけないものはあまりありません。 まあ2番もね覚えてもいいかもしれないけど他のお祈りのぐらいとか、まあ、本格的な乱学のねその中身として具体的にこれが解体新書の話が出てくるぐらいの話なんです大事なポイントは大きな流れ困難があってその後困難があってそしてその続きというかその発展系で困難があってというつながりを常に意識するということ一個一個こんな年後を覚えようとしたら絶対無理だよということは忘れないようにしてください。 はい、といいととととううここでろをやってきました、まあ、今回の、ね、やっぱり中心は解体新書ですかね、えー、解体新書を中心に、まあ、それがどのような流れの中で出てきたのかっていうふうに押さえていくのが一番いいのかなと思います。